こんにちは、長山です。こちらの動画では、対応ドライバーのインストール方法としまして、OS を新しくした時のですね、対処方法について解説します。よろしくお願いします。はい、まずはですね、新しい OS をインストールした場合ですね、前使ってた機器が使えない場合があるんですね。そういった場合にですね、こちらの方法をやるわけなんですが、ただしですね、新規にドライバーが作成されてない場合は、外部で探すことになります。というわけでですね、こちらではですね、その機器に対して使えるドライバーとかですね、あと対応ドライバーが一体どんなものかっていうことを解説していきます。はい、それではですね、対応ドライバーといったものはどんなものかと言いますと、パソコンの周辺機器などを接続されているその他の機器をですね、使うことができるようにするソフトになります。それでですね、対応ドライバーのインストールなんですが、お使いの機器のサイトに行っていただいて、ソフトウェアのダウンロードより、あなたがお使いの OS を選択していただくことでダウンロードができます。でですね、ダウンロードした対応ドライバーはですね、こちらに保存されます。それでですね、その方法なんですが、コントロールパネルからですね、ハードウェア、サウンドに行っていただいて、デバイスプリンターに行っていただくと、このようにですね、お使いのドライバー、まあアプリとも言うんですが、こちらがこのようにダウンロードされますので、ここからですね、設定をしていけば使えるようになりますので、もしダウンロードされてないなっていう場合は、こちらを覗いてみてください。ということで動画を終わります。ありがとうございました。